コストがかからず広範囲で取り組める治水対策として田んぼダムの取り組みを県内で進めていこうと県や市町村の担当者が参加して今日う推進部会が開かれました田んぼダムは今ある水田の排水口に専用の板などを設置することで10センチ程度雨水をためる機能を持たせるものです県は3年間にわたり実証実験を実施し 水稲栽培などに影響がないことが確認されたとしています。本格実施に向けた今日の推進部会では、今後10年間で県内3,000ヘクタールを目標に取り組みを進めていく方針が承認されました。県内の水稲面積のおよそ13%に当たり、10センチ水を貯めると仮定すると300万トン。 25メーートルプールプ万個分の貯水効果が期待されますこれから新しいダムを作ろうとすれば、あの費用も時間も非常にこう多大なものがかかると思うんですが、今すでにある水田というものを活用していければ、洪水防止抑制効果があると考えております県は今後、市町村と連携して、説明会を開催するなどして、農家の協力を求めていく方針です。